の表ライオンズは8番の住谷からです。阪急一筋20年の福本豊さんの解説、そしてセリーグパリーグ合わせて29年活躍されましたゲスト解説工藤公康さん、交流戦にふさわしいお客様工藤さんをお迎えしてお送りしています。5回に入ります。どうも福本さん、平野に阪神打てませんね。舐めてはないんですけどね。ですよね、もちろんね。ちょっと挟んだやつがちょうどうまいことタイミング外れるんですね。はい、ということは工藤さん、はい、まあ、能見からすると失礼かもしれませんが、格下の相手をピッチャー相手にここは能見が辛抱ですかね。そうですね。でも点を取ってくると次のイニングをしっかり3人で抑えてるっていうところはやっぱりさすがですよね。はい、はい、回りました。朝日放送ではデータ放送プレゼントキャンペーンを実施中。1万円を抽選で5人の方にプレゼントしています。明日夜11時まで応募を受け付けます。応募方法はスーパーベースボール連動データ放送でご確認ください。9番ピッチャー平野です。なんだかんだで5回に来て、そして打席に立てていて、今シーズンの井の一番の登板で勝ち投手の権利もちらついてくるそれはありますよね。まだねキャリアもそんなに実績もたくさんあるわけではないんで、まあ、まあ、当然あると思いますし、はいはい、まあ多分そんなにこうなんていうんですか、1点勝ってるから自分がこうしなきゃとか、はい、多分あまり考えで余裕はないと思いますよ。なるほど、夢中ですか。夢中だと思いますね、はいはい、なんか思い切り振ったんでニコッとしながら野球少年の顔つきで帰ってきています。躍動、はい、さんがおっしゃったようにこの甲子園のこの好転でもうドームじゃない心地よさを、うん、西武ライオンズをもう満喫しているような雰囲気ありますね、はい、今の時期だとやっぱりちょうど暑くもなく寒くもなく、はい、一番体を動かしても気持ちのいい時期じゃないですかね。ですよね、はい、で福本さんバッターで工藤さんピッチャーなんですけど、やっぱシーズン開始当初はどうしてもこうピッチャーの方が優勢なんですけど、うん、汗かく時期のあたりからバッター優勢になっていくじゃないですか。はい、もうみんなピッチャーがな、そうですね、3回4回ぐらいこうやってくるとピッチャーもへばってくるから、はいはい、慣れもありますし、後慣れ、ね、後慣れ、後慣れ、はい、僕は他で調子が良くても阪急のユニフォームを見てた時だけは調子が悪くなりましたなりましたか三振です。今年もまた交流戦でね、メモリアルで阪急のユニフォーム、ね、復刻版で、はい、プレーをしていましたオリックス。能見、この回はピシャッと締めました。イメージしよう。